タンクトス。こないだね、秋葉原のね、100円均一の立ち飲み屋、メグウィン、あ、いや、あの、100円へ訪れました。ほぼね、8割から9割が100円なのね。で、飲み物も100円ですよ。大きいジョッキとかはね、150円とか200円あるけど、いや、あの、小さいグラスで十分。小さいって言ってもね、かなりでかいから。で、小鉢もね、もう8割、9割が100円。でね、150円とか200円、ちょこっとあるけど、でもほぼね、100円ですよ、これら。すごいっしょ。ファンクさん、ファンクさん、自分ね、この仕事簡単に終わったんすよ。すごいっしょ。っていうね、最近ね、あの、新人のね、男の子がね、入ってきたのね、うちの会社。鼻パンしない。あのね、ファンクだけじゃないよ。あの、ファンクの周りのね、上司とかもね、いや、ファンクはね、鼻パンしたいって言ったらね、いや、俺も鼻パンしたいってみんなもね、言うようになった。裏ではね、今ね、あの、プチブームが起こってますよ。結局ね、この日ね、小鉢ね、ファンクね、10皿頼んで、あの、スモークサーモンと、あとね、カモかなんかの燻製とね、あと砂肝の燻製だったかなとかね、そういうのをね、10皿頼んで1000円。でね、レモンハイとかね、ウーロンハイとか、あと生頼んで、それも10杯ぐらい飲んだから2000円。お腹パンパンにね、いや、いつもはへっこんでますけど、お腹パンパンに膨らむまでね、食べて飲んでね、2000円ですよ。すごくね、あの、お得です。本当ですよ。いっぱい食べたから出たんですよ。それでは早速、相談のコーナーへ行ってみたいと思います。ココスの制服を着たお姉ちゃんが、たまらなく好きで、付き合いたいです。ファミレスで一番エロいんじゃないかな。ファンクさんもそう思うでしょ。単独総選挙？いや、あのね、何言ってるのよ。本当にね、あの、ファンクが言いたい。何言ってるんですか？他の人たちみんなね、アンナ・ミラーズって言ってますよ。アンミラ可愛かったけどね。でもね、ファンクはね、あの、昔のね、びっくりドンキ大好き。あの、ウエスタン調の、知ってる？カウガールみたいな格好してた。あの、ピチッてしたあの、シャツとかさ、めっちゃ可愛かったわ。いやもう、びっくりドンキなんか変な、なんかあの、エプロンみたいなのに変わっちゃったでしょ。あのね、経営者ね、無能。あの、ウエスタン調のシャツが可愛くてさ、みんな通ってたのよ。あとね、昔のジョナサン。いいね、昔のジョナサンね。でもね、ファンクね、昔だったらね、もうマック一択。昔のマックはなんかあの、ねえ、スカートがさ、ねえ、いいねえ、シャツとかね、いいねえ。ごめんなさいね、今日はちょっとおじさんトーク炸裂しちゃって。だって可愛かったの。しょうがない。でもね、びっくりドンキ、本当に残念。あのエプロンね、ほんとやめてほしい。昔のね、ウエスタン中にね、戻してほしいな。東京シエクラブが、相談事や怖い話や体験だ、許せない出来事の話などを募集してるんだって。よこしてみなさいよ。男なら、ガンガンよこしてみなさいよ。そんなんじゃ、私は、ものにできないわよ。ネットでね、調べてたらね、バニラアイスと、ケチャップを混ぜるとね、なんかあの、チョコレートの味になるっていうのよ。それなんでね、早速、試してみました。大丈夫？いや、あの、トマトのアイスクリームとかあるから、
大丈夫かなっていうね顔はするんだけど、でもなんか匂いがねちょっとね甘酸っぱいなんか腐ったフルーツのね匂いがするから、匂いがなんかちょっとデンジャーだけど、じゃあね食べてみました。チョコレートみたいな味するよ。いやでもねバニラアイスとねトマトケチャップめっちゃ合うよ。ねちょっと一回やってみそう。パンクおすすめ。それでは本日最後の相談に行ってみたいと思います。私の服を勝手に着ていった姉が汚して帰ってきて、この服センスないから捨てた方がいいと頭がおかしいことを言いました。またファンクさんは燃やすコーナーやってますか？やっていたらお願いします。楓わがままな女優かっていうね言ってやったらどう？いやもうめちゃくちゃいや すごいね勝手に着てって汚してさごめんなさいじゃなくて捨てた方がいいっていやじゃあね久しぶりに供養しますか。お仏は消毒じゃ死ね大女優が。築地のね山永っていうね厚焼き卵のねお店を訪れました。ここではね店頭でね串玉という100円で食べれるもうポップなね感じのねこの厚焼き卵を食べてきました。おろしね大根ポン酢がかかってんだけどこれをね一緒に食べたんだけど、いやまあうまいわ。これはうまいですよ。だって築地の今顔にもなってるもん。外国の人もいっぱい食べてたよ。これはねずるい。恵比寿のラーメン屋さんでチーズラーメンを食べてきました。実はね日本中にあるチーズラーメンの一番最初の元になったシソはここのラーメンです。もうねチーズ具合がねこんな